はい、皆さんこんにちは、レナです。私たちはドイツに来てます、じゃないけど、今日はドイツフェスティバルに来てますので、私はディアンドルに着替えて、ちなみに今日は半田市に来てます。半田は愛知県にある町で、半田の赤レンガ建物があって、すごい可愛くて歴史的な100年以上の歴史がある建物です。でここで毎年ドイツのフェスティバルが行うから楽しみにしてます。もう見えてます、後ろにドイツフェスティバル、ドイツの国旗の柱が立ってて、ああそうだね、可愛いよ。今日はいっぱい美味しいビールを飲んだり、あ、ちなみにここでもビールを、オリジナルビールを作ってます。カブトビールっていう、だからビールを飲んだり、ソーセージを食べたり、他に美味しいドイツの料理を食べたり、ドイツの音楽を楽しんだり、そういうことはしたいです。なんかイベントやってる。めっちゃ有名なやつじゃない？あ、そうだよ。今この中でちょっとエキシビションスペースで見て、この建物もともとビール工場です。100年以上前にここでカブトビールというビールを作りました。ちなみにドイツ人を招いて、そう、なんか普通はいつも日本人がドイツに行ってそこで勉強するでしょ。ここはドイツ人を日本に来てもらって、ここら辺に住んでもらって、そこの人から勉強したビールです。だからこのカブトビール、ここで作ってるビールはドイツビールのルーツを持ってるという、だからそのドイツフェスティバルをやってる。ちなみに今明治時代と大正時代に作ってたビールを復刻版としてここで飲めるようになってるから、それを飲みたいと思います。そう、なんか黒ビールに近いと言われたから、私は黒ビールと近いビールは飲みたいなと思いまして。ビールありましたよ、これ、カブトビール、これもカブトビール。先ほど説明してたように2種類で、明治と大正のビールです。復刻版ビールだ ね、もうかわいいよね、これかわいらしい ね。また音楽始まったよ、してるよ、全部の音楽はしてるよ、私。あ、ドイツ音楽、あ、そうだよ。え、これでも日本人も聞いたことあるよ、これ。ああ。たかたかチャンスだよ、民族衣装打ってると思うよ、男性用のレーダーホーズこれはバイエルンの民族衣装だよ、まあ、これ子供用だけど可愛いよ。で、これは男性用で、革のズボンにリネンの、シャツ。これめちゃくちゃ硬いからね、着心地ドイツに行った時に着たけど、革のパンツ、レーダーホーズ超硬いです、伸びがないで、女性はまあこれです、ディアンドル。見て、ここは色違いいろいろあるけど、ここにいろんなドイツの商品があるよ。例えばお茶、なんでかわからないけど、で、これは私が買いたいなと思ったよ。これわかる？ケチャップ？うん、でもカレーケチャップだから、あの、カレーブーストに乗せるケチャップだよ。あ、そんな専用のケチャップがドイツには。そうそうそう、だからこれはドイツのソーセージにつけてもちょっとドイツ風のものになるよ。じゃあカレーソーセージ用ケチャップってこと？そうそうそう、ここにドイツの都道府県の旗があるけど、これが私のバイエルン州です。かわいいでしょ。めっちゃシンプルだね、白とブルーのチェッカーズフラグみたいな。そうそうそう、それ。はい、じゃあここで、あの、いろんなドイツっぽいものが売ってるから、ソーセージだったりビールだったりワイン、バウンクーヘンとか、だからちょっと食べて飲んでドイツっぽいものがちょっといただきたいです。こんにちは。あ、こんにちは。ご3点セットをください。はい、ありがとうございます。ソーセージいかがですか？じゃあ今からビールも買います。ソーセージとビールはセットです。ここに2種類のビールがあって、明治と大正で、私は本格ドイツの明治ビールを飲みたいと思います。いっぱ
ください。美味しいです。はい、じゃあちょっとお願いします。はい、ありがとうございます。美味しそう、この泡がいいね。ソーセージの3点セットと明治の黒ビール 7% って言われて、だから本当にドイツの黒ビールに近いって言われましたので、ちょっといただきます。あ、本当だ、飲みやすい、飲みやすいというか、なんか甘めがあって、絶対に酔っ払っちゃう、こういうビール。めちゃめちゃ美味しい。ドイツに来たみたい。ソーセージはちなみにここら辺で有名なドイツのソーセージを作ってる会社で出してるお店で、3種類、まあソーセージ2種類とレバーケーゼ、だから食べたことないかもね。普段はバイエルン州で買おうと、これぐらいの厚さでパンに挟んで食べる。めちゃめちゃ美味しい。で、2種類のソーセージとケチャップとマスタード。もちろんドイツだとあのお箸で食べることは一切ない。はい、オッケー。美味しい。なんか日本のソーセージの焼き具合はいつもちょっと足りないけど、それ以外の味は本当に美味しい。うわ、これ今食べたけどこれも美味しい。すっごい味が濃くてパリッとして、あの白いソーセージよりこれの方が美味しいよ。最後はレバーケーゼしか残ってないけど、お箸でどうやって食べればいいか分かりません。日本人は不思議な人です。ナイスポーク。そうだよ。それでもパンに挟みたい。美味しい。マスタードとケチャップの組み合わせでめちゃめちゃ美味しいよ。やっぱりビールとソーセージが合うね。美味しい。日本のビール全然飲まないのね。このカブトビールの黒ビールは飲めるってことね。あれ、後で瓶を買おう。これは家でも飲みたいよ。本当に美味しい。これグビグビ飲める。苦味がないの？いや、ちょっとだけ苦味があるけど、日本みたいなあれ苦味はない、全く。はい、ビールとソーセージを食べたらデザートは食べたくなりましたので、ナッツを買いたいと思います。キャラメルナッツと、何種類があるけどどっちが一番いいのかな。あのアーモンドはちなみに定番です。ああ、カシューナッツもいいね。カシューナッツにする？じゃあ、はい、カシューナッツ1つください。はい、550円お願いいたします。はい、お、またお中にオンリーインジャパンだよ、これだ。中にまた入ってる。あのドイツだったらプラスチックが使わずにこのままで紙に入ってますよ。湿気でベタベタになるからしょ、プラスチックで。あ、そうかもしれない。あのこれをそれを、はい、こんな感じで砂糖でカラメルしたナッツです。めちゃめちゃこう甘くて美味しいよ。聞こえる？あ、バランスがいいよ。これビールとナッツ。手が空いてない。あーあーあ、ほか。これは本当にあの間違えない。ドイツでも同じ味はするし、いろんな種類があったのがびっくりした。ドイツでもそういったあのミックスナッツとかいろんなナッツの種類が売ってたりして、私たちはドイツに行った時にミュンヘンの春祭りでも食べた。ネッツェルが、うわー、来ました。めっちゃ滑りやすいね。ドイツのトンカツです。特徴はパン粉が違うからもっと細かくてすごく美味しいです。で、ここは今回はジャガイモサラダと人参しりしりサラダみたいな感じと、あとはキャベツサラダです。
ではいただきます。あ、いい感じ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 。何もつけないよ、日本のとんかつだとさ、味噌とかソースとかつけるけど、レモンかけたり、あ、そう、レモンかけたりするはあるよ。でもレモン以外はあんまりない。うん、このさっぱりな味、うん、あのめちゃめちゃ薄いお肉をこうハンマーで薄くして揚げて、うん、でもドイツで食べたけど、なんかラズベリーソースみたいなのつけてたよね。ああ、ある、たま、たまにはある。ちょっと甘酸っぱいソース、うん、そうそう、キャベツサラダ、サワークラウト、いや違う、キャベツサラダ。じゃあこれもドイツっぽいかどうか、ちょっと違うな。キャベツはいろんな使い方があるよ、ドイツは。で、これはまあキャベツサラダだけどちょっと違うな。ビネガーでなんかつけてるみたいな感じ。ビネガー漬け。でもちゃんと食感がまだあるよ。で、あのサワークラウトはもうグニューっとなってるやつでしょ、うん、じゃあこのシュニッツェル本体は超美味しい。これは90点、再現率 100% ぐらい。うん、90点だよ。美味しかったね、シュニッツェル。めちゃめちゃ美味しかったよ、このシュニッツェル。本当に美味しいよ、本当に良かった。ちなみにここのレストランはいつもやってるよ。だからあのイベントがなくてもここで食べに行けるし、今日は結構メニューが少なかったけど、普段はもっとあるよ、いろいろ。で、ビールもいつもここで売ってますので、大正ビールと明治ビール、そう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 、2つも売ってるから。だから本当にあのイベントじゃなくても、赤レンガ、ハンダの赤レンガ建物に来て、ちょっとドイツの雰囲気が味わえるのがめっちゃいいと思うよ。ちなみにパスコも有名でしょ、パン屋。有名、パスコの超熟とか。そう、ドイツで勉強してここで出してる、日本で。え、パスコの、え、日本の会社だけど、もともとドイツのパンをルーツにしてるの。そう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 。で、私はこれを買いたい。本当その話。そうだよ、本当だよ。これを買いたいです。シナモンロール、最後の1個だよ。え、これ本当だ、1個しか売ってない。シナモンロール、これ。めちゃめちゃ美味しい、絶対に。はい、ビール。だから今日運転手だったから飲めなかったので。明治の。はい、そう。はい、これめちゃめちゃドイツっぽい。家で飲みたいと思います。はい。はい、たくさん食べて飲んで、音楽を味わって、ドイツの雰囲気を楽しんで、今からは帰ります。このハンダのドイツフェスティバルは年に1回しか行ってないので、今年はもう終わってます。また来年来てください。でもここにフェスティバルがなくても、この赤レンガの建物でそのドイツのレストランとかがあったりして、カブトビールはいつも売ってるので、ぜひ1回来てみてください。この動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。